はい、改めまして、こんばんはでございます、水曜の、今日はちょっと早いですが22時スタートということで、臨済でございます。今週もですねまあいろんなプロレスのことですかねやっていきたいと思いますけども、今週はそうですね、まあいつものシュープロと、ただなんだ、週末ね、土曜日ですか、まあ、先週ちょっといけるかどうかみたいなね話をしてましたが、解体道場の500円、ホール大会ですね、解体デラックスのラストマッチやストロングゲスト系のねタイトルマッチがありました。あの試合ね、一応ね行くことができましたんで、観戦レポも一応あるということでねはい、とりあえずその2本立てですかね。あとまあ録画でご覧の皆さんにはちょっと関係ない部分になってしまいますけども、一応取り下ろしで今週からエンディングのね映像が変わると、変わるというか、まあまあ2本目がねやっとできたと。オープニングはね今のバージョン含め結構なんか何種類かあったんですけど、エンディングだけはね、今日で重心って何回目ですか、37回目とかですかね、ずっと変わらずに来たんですが、いよいよエンディングの方もちょっと取り下ろしのねやつを作ったということで、まあまあそれは一番最後なんでね、まあまあ最後までご覧くださいということでお願いいたしますでまずシュープロですね。今週は棚橋選手ね表紙でございます。新日本の勢いは本物だということでね、6月18日の大阪大会でねベルトを防衛しましたということでね、まあ、棚橋選手曰く、新日本の勢いは本物だって、もう以前からずっと本物でしたよということらしいですよ。あ、はい、まあ、パグさん、焼肉屋から解放された、焼肉屋に帰ってたんですかね、はいはい、お疲れ様です。まあそんな表紙はまあ棚橋選手だと、関東が、全日本プロレスですね、本気のエース諏訪間が全日本ということでね、これがその翌日ですかね、先ほど表紙が6月18日、こちら6月19日の、全日本プロレスの両国大会ですね。まあ諏訪間、まあ何の試合だったかと言いますと、諏訪間選手とね永田裕二選手の三冠ヘビー級選手権試合ということでねあったんですけども、まあ、王者諏訪間選手、そして永田裕二選手はね今年のチャンピオンカーニバル、全日本プロレスのねチャンピオンカーニバルで優勝しておりまして、まあ、その流れがあってこう三冠に挑戦ということだったんですけどね。まあこのもう表紙見てね分かりますとですね、諏訪間選手がね防衛いたしました30分13秒バックドロップホールドね、まあそうですね、バックドロップ対決だったんですね。永田さんもねバックドロップホールド使いますからね、ということで防衛いたしました。うん、すごいですねこれペーパービューですでに流れてるんですかね、映像はね。ペーパービューだっけ、生中継だっけ、ペーパービューかな。なかなかこのブリッジ式のねバックドロップホールドなんですよね、諏訪間選手。永田選手のやつはなんか投げた後にちょっと抑え込みに行くようなバックドロップホールドなんですけどね。まあ全日本プロレスといえばねいろいろこの領空にたどり着くまでねいろいろあったんですけど、まあ無事にこうやってね終えることができてよかったなというかね。まあ三冠は防衛いたしましたけれども、次回7月31日名古屋大会、
ですかね、で、真田選手が挑戦したいということで、直訴して初挑戦が決定しましたというね。まあ真田もねチャンピオンカーニバルではそういう活躍しましたからね。でいろいろねこの日は本当にドラマが多い大会でね、世界ジュニアは、まあミノル選手が持っていて、まあ、王座剥奪ということになってしまいましたんでね、王座決定戦ということで海対近藤修司ということになったんですけどね、まあ、なんと海選手が勝ちましてね、25分41秒、片指固め、海選手が第30代王者ということでねなりました。すごいですね、ここに来て一気になんかこう時代がね進んでいったというか、本当に生みの苦しみというかね、新しい全日本に向かってね。で、注目されておりました船木正勝選手対、京太郎、K1 のね、京太郎選手。去年の2月ですかね、中村慎介選手との、まあ、エキシビジョンですかね、グリコパワープロダクションドリームマッチというのが後楽園ホール大会でね。そこでエキシビジョンのねで行われたんですね、京太郎対中村慎介というのがあって、3ラウンド制で1ラウンド2ラウンドは K1 ルールで3ラウンド目はあれは急遽行われたのかな、なんか延長の3ラウンド目はプロレスルールでございますっていうね、タイガー木原さんがねコールしてウォーっとね会場盛り上がったのをよく覚えておりますが、っていう一応プロレスルールの試合はまあ一応そこまあエキシビジョンですからね、まあまああの数字には入らないのかもしれません。そこで一応後楽園でねやってますけども、まあ一応プロレスのデビュー戦ということでね船木選手相手にプロレスデビュー戦ということでありました。なかなかプロレスとしてはちょっと難しい試合だったということを伺っておりますが、まあ、そういう異種格闘技的なもので目線で見たら非常に面白い試合だったということをね聞いておりますけどもね。まあ、だって9分57秒で、同締めチキンウィングフェイスロックで船木選手が勝ちましたと、ね、ドロップキックとかミサイルキックまで京太選手出したということでね。で、一応継続参戦らしいですね。なんかねここではまだ書いてあって、なんか無当選を目指したいみたいなことをね京太選手言ってたような気がしますね。そしてもう見どころばっかりですねこの両国大会はね。アジアタッグの、ね、選手権も行われました。前回3月の両国大会ですかね、同じカードで行われまして、真田曽谷対関本岡林というね全日本プロレスの、当時は真田曽谷がチャンピオンでね、関本岡林が挑戦して見事ベルトを奪取したというのが3月の両国大会でしたね。本当にもうまあ、震災の直後でね、その開催するかしないかというのは非常に揺れた両国大会でしたけどね。その全日本プロレスの前日に予定されておりましたねドラゴンゲートさんの、両国大会はね中止になってしまったんですが、まあ、全日本プロレスはやるということでねまあそこで取ったんですね関本岡林が。まあ、そのリターンマッチということで、リターンマッチというか、まあ、それまで曽谷はね、大日本のリングでね、ハマト君で挑戦したりしてたんですが、本当にこの2人で挑戦するのは、リターンマッチでね、リベンジですからね。
まあリベンジね先行しまして、関本組が3度目の防衛に失敗、真田が組が第86代王者ということでね、21分22秒花火型でね、真田宗谷組が勝利しました。やっぱすごいですね、この4人の絡みは本当に今回のね試合はまあ担いませんでしたけど、その前回の両国に向けてのね後楽園での前哨戦、時間切れ引き分けを連発したりとかね、あとその実際両国の試合を見ましたけど、本当素晴らしい試合ばかりでね、やっぱ手が合いますよね、こういうね若い者同士というかね、こういうぶつかり合う者同士で、でまあ、一応全日本プロレスにねベルトが帰ってきましたということでね、でも関本とかは一応なんだろう継続参戦というかね、一応全日本にはなんかどっかで曽谷対関本みたいなのが どっかで組まれてますよね、多分ねこの先のカードでねまあ一応また、まあすぐにはちょっと難しいかもしれないけど、またねこういうタイトルに絡んでいくような試合もね見たいですね。はい。アジアタッグには源太郎とかのインディーの選手にね挑戦します。なるほどね。前大日本のね後楽園でしたっけね、バラモン兄弟とね、関本岡林がやって、関本選手が墨汁まみれになって真っ黒になっちゃうみたいなね試合がありましたね。あの時になんかちょっとそういう話がね出ましたけれども。でバラモンもね、小鹿が持ってたのはいらないみたいなの言ったりとか、まあ、関本側もね、全日本が許可するか分かんないからみたいなね、ということで、結局、そういうインディーのね、人たちの挑戦っていうのは、ね、叶いませんでしたが。まあそうね、この2人に捉えちゃったらしょうがないですね。ここ防衛すればね、いろんなまたその夢がね広がったかもしれませんけど、まあアジアダックといえばね、かつてはそのインディー系でいうとその人生はやぶさ組とかもねありましたからね、まあまた取る機会があればね、はい、そして世界タッグですね、世界タッグもこれ空位、なんだっけ、河野ドーリング組が持ってましたんでね、一応世界タッグ王座決定戦ですね、グレート牟田健三対あけぼの浜亮太ということでね決定戦行われましたけど、これはですねインディアンムタとして登場した。一応まあグレートムタ剣僧組がね勝ちまして、これはもう59代王者になりました。8分54秒耐え固めてるね。であとはケア大森が州での世界タッグ挑戦表明、だそうです。あとまあブールは解散になりまして、日本人の選手は、出場停止になってますが、外国人に関してはね特にお咎めはなしということですが、ドーリングとかデュプリとかね、まあ、これからは自分でチャンスをつかむ、トリプルクラウンタッグチャンピオンの道を自分の力で取りに行くということでね、まあ、ブードゥ的なそういうチームではなく、まあ、各々やっていくということですかね。
はい、京平さんのことはですね、京平さんのことはこの両国の翌日だったんでね、乗ってないのかな。ここには間に合ってないのかな、多分。はい。とりあえず鈴木実選手が、まあ全日本、プロレスの常時参戦のフリーの契約が、終わる、レギュラー参戦のね契約が終わるということで、この日が、まあ単発で登場することはね、まああるのかもしれませんが、こういうシリーズね、前線参加みたいなのはまあ、5年もやってたんですね。で2006年の4月からね、2011年の6月ですからね。まあラストマッチということで、淵正信選手とのねシングルが組まれていました。バイバイ全日本ということでね、まあ今全日本プロレスは新しく生まれ変わろうとしていると、若い面も育ってきていると、その新しい若い芽は収穫しないでおいてやるということでね、はい、まあまた若い芽が美味しくなった頃にまた来るよみたいなねメッセージを残しておりますけど、まあ全日本プレスはとりあえずここまでなんですが、次新日本なんですけど、そうです、京平さんですね、ここには載っておりませんが、その一応この日、をもって一応全日本プロレスはね一応最後ということで、和田恭平さんもね全日本プロレスを去るということでね、プロレスとはもともと関係ない人間が社長になって恭平さんの気持ちをでしょ。まあ一応ね恭平さんのコメントですとか、まあ淵井選手のコメントだとかも出てるのかな、一応ねそういう関係者のコメントね出てますけども、まあ一体どこまでがねその本当のことで、どこまでが建前のことなのかわからないんでね、その本当の意味で一体何があったのかっていうのはまあちょっと時間を置かないとね判断つかない部分がありますけど、一応その額面上を捉えるとするなら、恭平さんは自ら辞めたわけではなくて、やめたわけではないと、まあ、できるなら全日本プロレスで、骨をねうずめたかったっていうようなことはね言ってましたけどね、まあ一応その京平さんのコメントの中で出てきているものとすれば、なんだまあヘイト事件のねことで、トースポの取材をね和田京そのね伏せといてくれじゃなくて和田恭平として実名で受けていろいろコメントしたんですね。まあそのことがちょっと武藤さんが気に入らなかったみたいな。で武藤さんがね、俺もまあやめるから恭平さんも分かってるよなっていうようなことで、でまあ一応、去ることになったんですけどね。でもそれは。まあね、なんだろう、いろんなきっかけに過ぎないというか、そんな。まあ、ヘイト事件、大きな問題でしたけども、でもそれだけでね、その何十年と、恭平さんは74年からね、全日本やってますから、そんだけのね、長い、まあそういうこと、武藤さんが社長になってもね、ずいぶん、もう10年ぐらいですか、経ちますからね。まあそうじゃない何かも積み重なって、で最後の引き金が、まあ、そういう事件があったからということだろうとは思うんですけどね、まあ何とも判断が外の人間からはつかないんでね、まあ当人たちのみが知ることですからね、私にはちょっと分かりませんが、まあ、だから恭平さん的には、まあ、全日本で骨を埋めたかったということは、まあ、全日本で引退したかったと
ていうかね、言ってたんで、まあそれは本当なんじゃないかなと思いますね。うん、まあちょっと直接お話をね伺う機会とかもないんでね、なんともわかりませんがね。大津恭平さんはなんかスマッシュに参戦することが今日決まったというか発表になってましたね。なんかでね、いろいろね、ノアに出るんじゃないかとかね、恭平さんはね、呼ばれれば学プロにも何でも出ますみたいなね言ってましたよ。まあ、とりあえずスマッシュの参戦が決まったということね。まあ、いずれ恭平さんの口から詳しいことが語られる日が、まあこういうなんだろうね、わだかまりが解けた頃というか、実はあの時ああだったんだよみたいなね、笑い話的にね話できる日がまあ来るといいなとは思いますけどね。はい、まあそんなんいいですかね。私全然もう何も存じないというかね、残念ながら恭平さんとね交流があるわけじゃないんでね。まあ一応あれですけど、その六本木にね恭平さんのお店があるんですよね。瞳というお店があるんですが、まあそういうところにね出入りしているような人だったらいろいろ伺えたんでしょうけどね。はい、では、まあ、新日本でございます。新日本プロレスは、6月18日大阪府立体育館で、ビッグマッチを行いましたね。でメインイベントが、棚橋宏対後藤博之ということで、行われました。非常に客入りもね良かったらしいですし、その会場の熱気というんですか、そういうもの爆発的なものがあったということでね伺っておりますけど、まあ試合の方はですね、まあ田中選手防衛しました。25分28秒片指固めでね、なんですが、その後ですね、棚橋選手はですね後藤選手にこう手を差し伸べまして、まあタッグ取りを狙おうと、だ一応だから後藤とね棚橋で一応タッグということでやっていくそうですね。はい、で、タッグのその試合ですね。この日は IWGP タッグと GHC タッグのダブルタイトルマッチがありまして、IWGP のタッグ王者が、ジャイアント・バーナード、カール・アンダーソン、GHC がね、高山・佐野組ということでね。まあ、この試合は本当に読めなかったというかね、60分一本勝負か。まあ、60分ドローっていうのもね、あるだろうし、本当にどっちが勝ってもっていうのもねありましたけども、なんとなんとというか、ジャイアントバーナードとカール・アンダーソンがね勝ちまして、タッグ2冠ということでね、12分3秒耐え固め佐野選手が取られました。すごいですね。まあこの辺はねきっとその8月の武道館でねオールトギャザーがあるんで、いろんな多分そういう流れにつながっていくんだろうなというところなんですが、まあそうじゃなかったらねなかなか2冠っていうのはないですよね、これね。でまあ防衛プラスダッシュしましたんで、さっき言いました棚橋後藤組がですね、7月3日後楽園ホール大会ですね、 IWGP タッグ選手権ということで、ジャイアントバーナードカール・アンダーソン対挑戦者、棚橋宏後藤博之というねカードが組まれました。まあこれは一応ね2冠王者なんですけど、 IWGP のタッグ選手権ということで GHC は含まれてないんですね。でさらにジャイアントバーナードからも、
IWGP のシングルの方ですね、ヘビー級に挑戦したいという、流れがありましたね。7月18日北海道苫小牧のね、積水ハイムアイスアリーナというところ、まあ、アイススケート場なんですかね、ここはね、まあ北海道のビッグマッチでございますが、バナードさんがね挑戦しますということで誰がマッチメイクしたの、誰がマッチメイクしたんですかね、ノアの人と話し合ったんじゃないですかね、よくわかりませんが、中田 GM も来てたんだ。あ、ノアの三井取締役がやっていいよって言ったんですかね、何にも分かりませんけど、まあでもこういう両方の団体に関わることですからね、オールトゥギャザーのカードどうするかみたいな話し合いの中で決まったんじゃないですかね、それが自然だと思いますけど、まあ誰が話し合いに参加してるかは知りませんが、はい、次ですね、IWGP ジュニアヘビー級の選手権試合が行われました、先日ベストオブスーパーベストオブザスーパージュニアね優勝いたしました井渕幸太選手が、プリンス・デビッド選手に挑戦するという形でね、一応カード的にはそうですね、今年の東京ドームと同じ組み合わせなんですかね まあ見事にというか、イブシ君ねベルト取りました。13分49秒、フェニックススプラッシュからの体固めですね、片指固め、いよいよ取りましたね、デビットからね。デビットは去年ちょうど1年間持ち続けたんですね、去年の大阪ですかね、丸藤選手から取って以来ということでずっとねでした。まあ良かったというか、なんだろうね、そういう丸藤選手に捉えた時みたいに、なんかもう嫌おなしにもうね、もうどんな手使っても取り返しに行くっていうような雰囲気でもなく、まあね、一応そんなにほらイブシ君外敵という感じ、まあね所属外ではあるんですが、外敵というような感じでもないし、まあ新日本のファンからもね支持を得てる人ですからね、まあ、みんなが祝福ムードだったということらしいですね。はい、で、鈴木軍がいよいよ持って新日本上陸してまいりました。鈴木実ですね、鈴木軍というのは、鈴木軍かっこ仮か、鈴木軍というのはね、鈴木実、高道信の区太一かね、まあ、小島軍があったんですけども、そこからね、太一高が抜けて、鈴木みのるについたという格好なんですね。まあその絡みがありまして、鈴木みのるランスアーチャー VS、真壁闘技小島聡というのがね組まれておりました。まあ高道信選手はこの日は海援隊のね小焼ホール大会があったんで大阪には来てなかったですけど、まあ初戦は鈴木みのりが小島から取ったということでね、まあいよいよ持って、まあこれは最終戦です、7月シリーズからね本格始動ということになるんですかね。でまあ全日本のね契約も終わるということで、新日本にねもうフル参戦しますんでね、まあ、G1 出場もこう見えてくる感じですよね。 G1 に関してはまだね発表まだ、やっぱ北海道シリーズが終わってからということなんですかねそしてあの男が帰ってまいりました、試合は組まれてたわけじゃないんですけど、まあ正義軍対ケイオスのね試合がありまして、プエルトリコから秀夫斉藤選手がね帰ってまいりまして、乱入して、永田裕二を襲うというね
まあ、平沢選手なんですけど、まあ、平沢選手なんですけどっていうかね、まあ、もともと正義軍としてね、やってまして、プエトリコ遠征で、一応向こうという名前が秀夫斎藤ということでね。突然帰ってきたと。で、次期シリーズから一応、新日本に復帰ということになるんですね、確かね。秀夫斎藤として参戦していくと。ね、すごいですね、これね。新日の選手が海外に戻ってきてランニングが多いね。まあ、そうですね。特に、こういう形で帰ってくる人はそうですね。去年の9月から行ってるんですね。まあ、新日本絡みだとアメリカツアーでね、一応 IWGP のインターコンチネンタルのトーナメントですか、決定トーナメントね、出てまして、久々に地上波にも登場してましたけどね。まあ時間が短くてちょっとどこまで体大きくなったなぐらいの印象はね見えましたけども、どういうプロレスをやるかまではね、よくわかりませんでした。これからまあちょっとね、いろいろ見ていけそうですね。まあプエルトリコですからね、そういうことになるでしょうね。まあプエルトリコの水が全部泥水かどうか知りませんが、まあまあ。で、基本的にはそのプエルトリコをね、プロモーター的には非常に頑張ってる選手だったんで、その手放すのはね、欲しいということだったんですけど、まあ本人の希望もあってということでね、帰国ということになりました。はい、まあそれを飲んだら大変ですけどね、普通に水道ひねってそれが出てきたらね、大変ですよね。下水がそのまま流れてるみたいですね。プエルトリコって日本では、私の発音が正しいのか分かりませんが、プエルトリコって普通にね、日本人言っちゃいますけど、本当はプエルトリコらしいですね。プエルトリコって言うとですね、いつだったかな、全日本プロレスが、プエルトリコの、遠征を行った時にガオーラかな、なんかで中継やってて、グレートムタとなんだっけな、なんか向こうの選手、それこそ当時のなんだっけ、ジミーハートじゃなくて、なんだったかな、当時のマネージャー誰だったっけ、WCW っていうね、まあね、人とかね、確かです、いたのかな。で、その時になんかプエルトリコの話題になってて、本当はプエルトリコっていうらしいですねっていうことをね、言ってましたね。いや、どれが本当なのか知りませんけど、まあね、プロレスファン的には結構馴染みのある土地ですけどね、まあ一般的にはあんま出てこない場所ですよね。まあそれこそほら、ヨーロッパのね、リバプールとかね、最近ほらサッカーとかのあれでね、出てきますけどね、もうね、プロレス界的にはね、あれで有名ですけど、なかなかリバプールって出てこないですよね。はい、ノアです。三沢光晴メモリアルナイトが6月13日大阪府立第2競技場でございまして、小橋健太が1年7ヶ月ぶりに、7.23 の大阪府立で復帰っていうね、小橋がいよいよ帰ってきます。まあカードはまだ出てないのかな。まあとりあえず、まあいよいよその武道館のオールトギャザーを見据えてということなんでしょうけどね、小橋が帰ってまいります。まあね、がんから復帰したり、いろんな肘が悪かったりも大変ですけどもね、まあ、とりあえず帰ってまいりますよと、
まあ、あれから2年なんですね。6月13日の大会ですからね。まあ当初ノアがどうなるかなんていうね、いろいろあれされましたが、まあ、みんな元気になって何よりでございます。6人タッグでいいので小橋武藤が実現してほしいな。小橋武藤ってやんなかったんだっけ。あ、やってないのか。なんかそれこそ 2年ぐらい前ですかね、三銃士が25周年でね。あ、組んだのか。蝶野正弘の25周年大会、新日本プロレスの両国大会で、武藤蝶野小橋対、誰だったっけ、中西だと忘れましたけど、え、そうか、戦ってはないのか。まあ中西秋山だっけ誰だろうね、流れ的には永田さんかな、誰だったかな。両国でね組んだのか、そうだよね。でその前の武藤敬司25周年の時はね、蝶野鈴木実対船木正勝武藤敬司だったんでね。そうか、全然小島の線もあるね。そうね、誰だったかね。まあオールトギャザーに武藤さんが一体どうなってるのかもよくわかりませんし、小橋選手はね復帰したとして、一応ねその興味をし、諏訪間選手がねこの両国の翌日のトースポかな、コメント出してたところで、どんだけのレジェンドか試してみたいみたいなことでね、小橋選手の名前を出してました。ここにも書いてあるのかな、トースポには確かそういうのが載ってましたよ。まあ小橋対諏訪間みたいなのあるんですかね、わかりませんが。はい、そんなオールトギャザーの話をしておりますが、その裏番組ですね、裏興行ですかね、IGF の8月27日両国大会が正式に決定ということで、アントニオ猪木さんと蝶野正弘さんが、会見をね行いましたと。これ本当に真裏にぶつけてきたんですね。これか。そのオールトギャザーの日本武道館大会というのは、8月27日の16時開始なんです。こちらの IGF さんも、両国技館で4時16時からやるということでね、全くだからどの部分もはしごできないということですね。どっちか行っちゃうとね、ちょっと先に行っといて後ろの方だけこっち見るとかね、できませんということで、チケットはもう出るんですかね、いつからですかね。6月20日より、あ、じゃあ昨日から発売しました。あ、6月27日より一般発売ということで、まあ蝶野さんはね一応その IGF のプロデューサーということでね、普段から、活動をね一応されてますんで、まあ猪木さんがやると言ったらしょうがないんでしょうね。出場予定選手はジョシュ・バーネット、ジェロム・レバンナ、ピーター・アーツ、ボブ・サップ、レイ・セフォー、鈴川慎一、藤波辰巳、長州力、ボビー・ラシュリーということでね、10試合を予定されているということで、主催は猪木ゲノムフェデレーション、特別協賛コナミ、協賛平和フィールズ、公演産経スポーツ、スポーツ日本新聞社、デイリースポーツ、東京中日スポーツ、日刊スポーツ新聞社、報知新聞社、東京スポーツ新聞社、ベースボールマガジン社、日本放送。東京スポーツ新聞社ってトースポだよねこんな何裏にもお金出すってことなのかな。
まあまあよくわかりませんけど、向こうは主催しといてこっちは公演なんだ。コナミはあれですよ、なんだっけ、コナミなんかプロレスゲーム、ランブルローズっていうプロレスゲームがあれコナミでしたね。しばらく出てないですが、ランブルローズ WX っていうのが360で出て以来しばらくプロレスとは絡んでないですね。まあプロレスと絡んで、実在のプロレスと絡んでるわけじゃないですけどね、まあ、そういうのありましたね。そのランブルローズは実はあのユークスが制作しておりまして、ユークスというのは今の新日本プロレスの親会社ですね。かつては闘魂列伝ですとかエキサイティングプロレスシリーズですね、今のスマックダウン VS ローのシリーズですけども WWE の、あれをねやってるのが、あと UFC のゲームとかね、そうですね、あれが新日本プロレスの親会社で、そのランブルローズを出したのはコナミで、制作をしていたのは、そのUXだということで、まあ最近はだからないですね。だから猪木さん、まあそうですね、まあまた先週の猪木話にねまたつながっていくんで、そうですよ、やっぱまあ力ありますね。その猪木という、もう猪木というその名前自体がねものすごい力を発揮しますんでね。さあ猪木さんはどんなこう言ったんですかね。まあ、なんでそもそもねこんな開催の理由、開催の理由はという質問に対して、俺が決めたわけじゃないんですけどね、8月に予定していたんですけど、うちの事務所は何か面白いことがあったらいいなということから、27日に決まったそうですとね、なんか面白いことがあったらいいなと言ったら27日に決まったということで、まあなんかノリみたいなことになってます。まあそうは言ってますけど、こう絶対に狙ったんでしょうね猪木さん。まあまあなかなか奥ゆかしいというかね、なかなか猪木さんの言葉っていうのは、額面通りこう受け取れないところがあって。で、はい、今後 IGF は失敗します、ね、なんでしょうね、まあ、猪木さんってやっぱりほらやっぱこういうパフォーマーでありながらやっぱ目立ちたがりなんでね、まあ、新日本プロレスと IGF っていうのは、まあ、まあほぼ絡まないというね状態になって、でせっかくオールトギャザーということでねプロレス界が一つになっているということで、まあそこにアントニオ猪木を担ぎ出すのがまあ正しいことなのか間違ってことなのかまあよく分かりませんけども、まあ、そこでやっぱり猪木さんに声をかけなかったっていうのはね非常に、悔しかったんじゃないですかね。だから IGF ね非常に、あ対抗戦ね、その中村慎介がいろいろでした時もありましたしね、そうオールトゥギャザーはねなんだか知らんけど多分チケットも売れてるでしょうから、そうだからいつも常々言ってますけど、今のプロレス界っていうのはまあ、非常に平均点の品質というのは非常に保証されている。猪木プロレスっていうのはねやっぱりその全部をね比べて平均を出したら数値はそんなに高いものじゃないかもしれないけど、その波があってその上に上がった時のその爆発力っていうんですかねっていうのはやっぱすごいものがあるんでね、IGF って基本的にやっぱりあんまりその何だろう
いわゆる今のプロレスをこうがっつり見てる層とはまた別の、ね、層のお客さんを掴んでる団体だと思うんですけど、私も非常に気にしてる団体で、なかなか、観戦にね訪れることはできてないんですが、別に私興味がないわけじゃなくて、まあ、タイミングだったりいろんな問題があるんですけど、すごい見たい団体ですね、やっぱりね。まあその試合ともかくもそうですし、あとそれこそやっぱ猪木、そう、まあこれが一番すごい問題なんでしょうけど、猪木そのものが未だにその売りであるということが、まあ、非常にいいことでもありつつすごい問題でもあるんですけどね。やっぱり猪木さんを見たいですよね。この前の猪木さんをなんだっけ、ピストルで撃ってみたいな、なんかね、狙撃されたんですよね、リング上でね。で俺は顎が出てたおかげでね、助かったみたいな、こうね、口にね銃弾を、こう顎の噛む強さが強かったおかげで助かったというね、という銃弾がこの、ね、口に挟まったねっていうのとかね、すごいですよね。あんな出ないですよね、ああいう発想はね。猪木ならではというか、まあその猪木さん、猪木さんならではならではというかね、だから他の人がやってもなんだよそれってなるところが、猪木さんがやるから、まあギリギリ成立するというかね、まあ見る人が見たら成立してないのかもしれませんけど、やっぱ猪木さん面白いですからね。でいろんな、もう日本に入ってこれないであろうとねされた外国人選手が次々来日したりとかね、それこそブッカー T がね上がった時とかね、もう本当に入国できないんじゃないかとね毎回言われて、 WWE の日本公演でもね一回も結局来ることがなかったのが IGF でね初参戦ということもありましたしね。だから非常に多分ものすごいグダグダというかとんでもないことになるのは間違いないんですけど、もうそれすらもなんか楽しんでしまうというかね、そういう心を持っている人だったら非常に面白い攻撃ですか。その、今のプロレスにちょっと慣れちゃってる人は、そういうちゃんと成立したもんじゃないとなんだよってなるかもしれないけど、そのなんだよが面白いっていうような人にとっては、また猪木の話で、ね、申し訳ないですけどね、そんな別に猪木信者ってわけじゃないんですけどね。ね、非常に興味はあるんですけどね、もう武道館に行くことになってしまってますんでね、まあ、今回行けませんが、それマスカラス対藤波とかこの前やってたもんな、まあ、ほぼねいろんなところで無視されてますけど、その IGF というのは無視というか、まあ、新日本が絡んでないからなんでしょうけどね、無視できない団体とは思うんですけどね、で そうね、これだけ語れるというだけでもう何なんだろうね、猪木さんの魅力ってね、損なしというか、IGF 猪木さんの道場が、ここには書いてないのかな、書いてないですが、猪木道場が、できましたということで、道場開きがねありましたね、鏡割りなんかしてました、まあ、来週あたり乗ってくるんですかね、はい、まあ、いずれちょっと本当に IGF はね訪れたいと言ってて、もう随分時間が経ってしまってるんですがね、タイミング合わせていきたいですけどね、はい、といったところでモノクロ、坂口道場はですね、狛江というところにあった小田急線沿いのね、あった神奈川、東京かな、神奈川、はい、狛江というところにあったいわゆる元祖の坂口道場は、閉鎖になってしまったんですが、そのまあのれん分け
した、横浜の坂口道場は、まあ、健在ということですね。元祖の坂口道場の狛江の道場は、まあ、ちょっと残念ながら、もうずいぶん前ですよね、潰れてしまいました。当時ね、私小田急線沿いに住んでてね、その割と電車でちょろっていったところにその道場ができるっていうのを聞いて、あの当時ゴングかな、ゴングにその坂口道場が道場ができたばっかりの頃、その取材に行ってる DVD がついたんですよね。なんかゴングのもう結構末期の頃ってそういうなんか付録で DVD がついたりしてね、なんか橋本真也対、クリス正信の試合とかね、なんかそういうのが入ってたりとかいろいろで、坂口道場のね訪問の映像とかあったりしてね、わあこれは面白そうだなっつって、なんかね、まあ別に私ほら運動そんなにやってたわけでもないんで、いきなりなんかその総合みたいに習ってもらいながら、そうなんかいろいろなコースがあって、なんか初心者向けのコースみたいのもあって、ね、それが確か土曜日かねなのかでね、であとそういうこうなんか教わるコースと、その後そこにあるマシンはいつでも使っていいんですよね、その会員になれば。そういうトレーニング的なね、いやちょっと坂口道場通おうかなとね、思ってた時期もあったんですが、まあなくなってしまったということでね、まあそんなものがいいよね、紆余曲折して今あのまあ海援隊道場にね出入りしているということになるんですけども、はい、何でしょう、新日本プロレスの7月のシリーズのカードがいろいろ出ましたね、先ほど言いました IWGP タッグ選手権は後楽園ホール大会4月3日、4月3日というのは橋本真也さんのお誕生日ですね、あそうゼロワンの大会が昼にあって夜が、新日本ですね、ジャイアントバーナードカール・アダーソン対田中宏、後藤弘樹がタッグ選手権、あと8日のディファがあって、10日の群馬でビッグマッチが18日の北海道苫小牧、ね、IWGP ヘビー級選手権が田中宏対ジャイアントバーナード、IWGP インターコンチネンタル選手権が MVP 対矢野徹で、スペシャルシングルマッチ小島聡対鈴木みのる、永田裕二対秀夫斎藤とね、いろいろありますんでね、アンダーサーティーンはそうですね、復活、うん、まあ争う人がね増えてきたらそれはそれでということでね、大阪はタッグフェスティバルが行われております、桃の青春が負けてしまいまして優勝戦進出を逃したというね。桃の青春はそういえばノアのねジュニアタッグ来月ですからね出ますんでね、はい、プロレス界で働く人々、滝沢保純さんという、この人は、株式会社みちのくプロレス取締役、ね、の方です、まあ、読んでください。格闘技通信、ドリームパンクラスシュートボクシングいろいろ載っております、はい、天竜さんの対談のコーナーは歌舞伎さんですね、これ歌舞伎さんのお店に行ったんですかね、例えば歌舞伎ジュニアというのが、日本でデビューするんですね、歌舞伎という選手、あ滝沢さん昔お世話になったと、あなんかそういう治療的な針お灸みたいのをやってもらったんですかね、はい、まだやられてるそうですよ、星野勘九郎のインタビューが載ってます、6月27日の、タイガーマスクが道の国の時サイン会を出たと、あその段、試合の会場とかじゃなくて例えばどっかのお店でサイン会やるとかそういう外のサイン会ってことですかね、
本日のガンクロが、BJW 認定デスマッチヘビー級選手権試合、蛍光灯200本ツイッターは、狂気持ち込みデスマッチ、これが6月21日後楽園ホール大会、星野ガンクロ選手が、ね、挑戦するということでインタビューが載っております。その他第2オプレスは、ヤンキー二丁拳銃ね、宮本、小高勇、ね、バラモン集計がのことタンク選手権ね、そして、レスラーのヒューマンストーリーは船木選手、乗っております。新日本に最初入団したんだね。で藤原組でデビューということで、まあ、怪我が、で浜口ジム出身で新日本に入るも、足の不調で5日後に退団、まあ、そして藤原組でデビューということですね。J スポーツクラウンのトーナメント表が載ってますね。まあ常にもうすでに2日目まで終わってしまいました。明日6月23日有明ということでねあります。明日がだから準決勝ね、ジャイアントバーナード、カール・アンダーソン、中心サンダーライン組、見たい石井智広、飯塚田橋、矢野徹というのと、向こう側は誰が上がってきてるんだったかな。アポロ555と、本間真壁小島でしたかね。だそうです。G1 の冠スポンサーがブシロードに決定ということで、ブシロードプレゼンツ G1 クライマックス21ということで行われますね。ブシロードはね昔も一応冠じゃなかったけどスポンサーに名前を連ねたことはあるんですよね。初めてではないんですが、まあ今回初めて、まあ冠になるのは初めてということでね、スポンサーが初めてということで、まあ以前にもだからその会場でカード配ったりみたいなことはありましたよね。あとはまあこれいろんな団体にねスポンサーね、本当プロレスは好きらしいんでね、いろんなところに顔出してるんで、まあまあまあそのブシロードとして興行を行ったねばかりですからね、こう注目が集まっておりますけど、延期のツバメ大会の日程が8月22日に再変更、そうでしたね、どっかでお伝えしましたが29日に予定されておりました新潟県のツバメ大会、本当は3月の14日に行われるはずだったんですが、まあ震災の影響で延期になっておりました。8月29日ということで発表になっておりましたが、まあちょっとまた変更になりました。8月22日ということで、ね、なりました。あとは何かありましたかね。大日本プロレスは6月18日日の横浜にぎわい座公式リーグ戦、何の公式リーグ戦、タークのリーグ戦がね行われてるんですかね。1年をかけてやるということでね、長いですね。はい、01、6月14日の後楽園ホール大会、あけぼの長島次元を津雄一郎 VS 大谷慎次郎橋本大地という、ね、試合が終わりまあ、プロレスのキャリア的にはね、オツさんと、大地さんと澤田兼さん、まあオツさんはね格闘技でずっとやってましたからね、はい、という試合がありました。でなんと7月3日後楽園ホール大会橋本大地対高山義弘ということでね、
発表になりました、橋本真也さんのねお誕生日にしようということでね、まあ相変わらずこのレジェンド路線というか大物とぶつけていく路線なんですね、はい。そして、ゼロワン所属となりました藤田峰雄選手、ミネピョンですね、インターナショナルジュニアヘビー級選手権に臨んだんですけども、まあ、ここはチャンピオン菅原選手を防衛しましたね、はい。で火祭りの出場メンバーが、ね、第1弾が発表、10人中5人が発表、大谷新次郎、田中将人、佐藤浩平、西条寺、関本大輔ということでね、日程も発表になっております。下道大陸東は6月30日、陸東号国内引退興行ということでね、生き様と。その記事も載っておりますね。で、その最後の相手を務めます下道選手のインタビューですかね。まあ、東郷選手のね、師匠にあたる方ですからね。はい。で、ノアは6月18日、熊本にいたんですね。塩崎選手、だいぶ脇腹を痛めてるんですかね。で先ほどの新日本の続きですけど、大阪府立、バーバー屋のリターンズということで、MVP 選手とのインターコンチネンタル選手権、例えば7月のシリーズでもね同じカードで組まれておりますけど、防衛戦だったんですが、矢野選手が MVP 選手のね髪に手をかけるという、なるほど、あこういう構想があってさらに続いていくんですね、はい。で、ノーリミット対決がねありました。ノーリミット対決というか元ノーリミットですね、もう解散してしまったので、内藤対高橋裕次郎と、高橋裕次郎がコンプリートプレイヤーズの、に入ったということでね、で内藤選手は特に味方する選手がとりあえずいなかったので、まあ予想的にはそのセコンドが介入してきてね、ごちゃごちゃになって、で高橋裕次郎が、まあ、勝つとしたら勝つのかなっていう、そういう試合かと思ってましたが、特にそういう乱入はなく高橋裕次郎が普通に勝つという、まあその試合後に乱入があってみたいなことがあったんです。試合は非常にクリーンなねものだったみたいですね。でまあ一応その乱入ねしてきたんで、田中将人、邪道芸道がね、本間選手が一応救出にね入ってきたんですけど、本間選手も帰り討ちにあったということですね。ということで本間選手と内藤選手で組んでいくという流れなんでしょうかね。まあただ内藤選手は7月シリーズはメキシコにまあ遠征ということでいらっしゃらないですけどね。はい、CMLL のウェルター級選手権試合、マスカラドーラ対田口隆介がありましてね、田口隆介選手はね先日のベストオブサブスーパージュニアでね優勝戦をね戦い抜きました。まあ負けてしまったんですが、まあ、とはいってもねあれだけすごい試合をした選手、優勝戦ね、でドラダ選手、今のドラダ選手でどこまで田口選手に食い下がれるかなという、と思ったんですが、なんとドラダ選手勝ちましてね、見事ウェルター級の選手権を取りましたね。え、
で、あとは WW の元 WW のケンドリック選手がね、はい、ね、電撃参戦、キラーラビット選手が、クビになりまして、クビというのもあれですが、でそこに代わりに入ってたのがケンドリック、ブライアン・ケンドリックだったということでね、レオナルド・スパンキー選手ですね。はい、だそうです。でドラゴンゲートは博多大会ありました。オープンザドリームゲート選手権ね、モッチーさんがねチャンピオンですけど、選手権行われまして、神田選手と防衛ということでね、第13代王者が2度目の防衛に成功しました。オープンザトライアングルゲートの選手権試合もありまして、これは入れ替わったのが吉野山とガンマ組が取りましたということでね、シーマ、ドイ、ビービハルクね、ベルト落としたということで、オープンザブレイブゲートは、王者パック挑戦者リコシェと、これは防衛、はい。でオープンザツインゲート統一タッグ選手権試合は、挑戦者これベルトを取ったんですね、キッドパック組が、堀口斉藤組をね下しました。そうですね、ベルトがいっぱいあってね、はい。そして DDT、これがホール大会がねありまして、いろいろありました。まずイブス選手がね、そのチャンピオンとして IWGP を取って凱旋ということだったんですけども、そこにデビット選手がね来場いたしまして、両国で、7月24日両国でねイブシ対デビットやるとなりました。あと D の対ボブサップもね、ボブゲームを勝ち抜いた男子 D のね、決まりましたし、あとは石川選手がね KOD を持ってまして、その選手権試合、源太郎とあと高尾相馬選手とね2連戦で挑戦したんですが、石川選手勝ちまして、で石川対工藤というのがね、両国のメインということになりましたと、はい。WWE では、オースティンが出てきたんですね、ビンスと。やっぱこれはやっぱもうおなじみの絵というかね、もうなんかよく見た絵ですね、これはね、本当に。まあでもいいですね。ローに出てきたんですね。で、ブッカー T が復活したと。ローに出たの。せっかく正月にいい試合したのに何度も同じカードをぶつけたら価値が下がる、いぶし戦のことですかね。まあ、あのタグのね争ってた時も、そのトースポでベストオブアウト取った試合と、あとあれも3回ぐらいありましたもんね、DDT の大阪で防衛戦やったし、で新日本の後楽園で結局また戻った。まあ、ただ鉄は熱いうちに打てじゃないですけどね、だからそういうところがあるというか、まあ逆に言うと他にちょっとその同じカードのをぶつける以外に、他にあれだけのなんだろうものを出せるカードがねないっていうことなのかもしれませんしね、わかりませんけどね。はい、そして最後ですかね、これ、火炎隊道場の後楽園ホール大会、私も行ってまいりましたが、まあ、火炎隊道場のね、後楽園ホール大会ですかね、なんか当時の道のくプロレスのようなね、こういうことは道のくプロレスでやればいいんじゃないかなとたまに思うんですが、これ、火炎隊道場の、後楽園ホール大会ですね。
まあ、火炎隊デラックスのファイナルカウントダウンのファイナル、ディク東郷メンズ帝王高見強く船木そして中島半蔵ですね VS、グレートサスケスペルデルフィン新崎人生グランハマで米原人ということでね、本来だったら、この中島半蔵さんのところにはですね、和葉選手、まあ、当時の紫龍選手ですけどね入る予定だったんですが、まあ、ちょっとその体調が悪い首の状態がねだいぶ悪くて体がしびれるということで、全日本プレスもね欠場されていますのでね一応セコンドで登場ということでね、代わりに中島半蔵選手が広島から駆けつけてましたねレッスルゲートでございますけど、非常にやっぱその当時のね道の奥というのは、イブス選手の話ですか？イブス選手ね、こんだけジュニアで IWGP というのを極めちゃって、そうですね、今後どうするんですかね。まあ、まだ、とりあえずベルトをね、まだ、ちょっとすいませんね、足をね、ベルト持ってますんでね、まあ、そう落としてから、また、考えればいい。とりあえずね、ベルト負けることを考えたらいるがバカ野郎ってことでね、まあ、まずそん本当に何だろう絶対王者って言われるぐらいまずベルト守るところはとりあえずですかね。だから道の区というか変えた当時ですが、当時のね道の区プロレスといえばそれこそサスケさんから始まってもうインディーの選手とは思えないぐらいみんながみんな知名度を持ってますよね。それこそ WWE だとかそれこそ新日本プロレスだとか、まあ、メキシコだとかねその団体でね活躍された方ばかりというのもあるんですけども、非常にだから別に道の区のファンだけでなくやっぱ当時のねプロレスを知る人間からしてもちょっとそのグッとくるというかその思い出のある人たちですからね。そこで人生さんなんかねチャンピオンカーニバルとかね出てましたしね、いろいろありましたよね。まあ最後13分50秒ね東郷選手取りましたよ、ね、まあ、後ほどまた喋りましょうかね、カレンダーどうしようか。道の区で金ちゃんジャンプした人がまさかロゴ団体の取締役、まあ、全日本プレスのことですかね。そうですよね。あのこうヘッドスプリングからの金ちゃんジャンプですよね。で、メインは、カレンダー、チャンピオンオブストロンゲスト系、ね。タイトルマッチチャンピオンが、日野裕二、挑戦者は真下健吾ということだったんですが、これが30分超えですね。30分、あ、金ちゃんと言いましたね、あの金村金太郎みたいになっちゃいますからね、そうですね、そっちの金ちゃんですね。これベルトを見事取りましてね、真下選手が、いや本当にまあ、これでもうシュープロ終わりで、もう次観戦レポで、その火炎隊の話に入っちゃうんで、もうつなげて全部話しちゃいますけど、今回のね、その、後楽園ホール大会っていうのは非常に火炎隊道場、火炎隊道場にしてはって言い方は、まあ、大変失礼なんですが、その、火炎隊道場の後楽園ホール大会、大体そうですね、1000人いかないぐらいというか、大体6、700人ぐらいのね、入りというのが、まあ大体の常なんですよね。まあそんな中、この日はですね、まあ北の一部は、こうやってね、布、カーテンで覆われておりましたけども、南まで結構いっぱい入ってましてね、まあ、私南で見てますけど、発表で何人だったかな、1100いくつとか1200とかだったかな、まあだから
本当にたくさんのお客さんが、たくさんのっていう方が、その新日本さんとかね、2005人とかに比べたらね、及ばない数字かもしれませんが、その会員体、普段の会員体道場を知る者からしたらね、非常にお客さん、たくさんのお客さん入ってて、まあ、なんていうんですかね、そのきっと、その東郷さんなどが、その道のく絡みのね、カードがお目当てだったという人が、ね、非常に多い、買ったんじゃないのかなというのは、想像に難しくないんですけど、まあでもそんな中で、さっきのね、あのメインイベント、きっちり、その30分超えのね、タイトルマッチ、しかもね、海援隊道場らしい、まっすぐとしたっていうんですかね、お互いがぶつかり合う試合というのがね、見せることができた。だからそのどちらかというと海援隊の試合というものをその目当てでなく、会場にねいらしてた方にどれだけ伝わったかなというのは非常に興味のあるところだというかね、本当に海援隊としては出すものはきっちり出した試合でしたんでね、これがやっぱ今後につながっていけばと思いますしね、まあ確かにね、その今そうですね、千葉に密着、地元密着のね、その千葉の密着というとね、その海援隊でその小学校をねちょっと回ったりとか、千葉ヒーローズっていうね、千葉ハッピープロレスというブランドがあるんですが、そこのねヒーローがね学校もあってね、いろいろやったりとかねっていう、そういうのもありますけども、まあ、やっぱこうやってね、外の人の、なかなかね千葉の外の人間がね、こう千葉のあそこのブルーフィードまで行こうっていうのはなかなかちょっとね難しいとこがあるんでね、難しいとこがあるって言ったらちょっとあれですが、私はね本当に歩いていけるようなところにいるんでね行きますけど、まあ振り返っていきましょうかね。そんな先週の土曜日、6月の18日ですね、行われました海援隊道場の後楽園ホール大会ですね。まあ会場の雰囲気はこんな状態で、非常にお客さんも入ってると。でまあオープニングは坂本龍馬ですね。坂本龍馬というか味方さんですけど、ご挨拶ありまして、第1試合、バンビ田島久丸さんだっけ、ドラディションのね、あと吉谷選手、バーサスカズマ、なんだっけ、杉浦さん、なんだっけ、名古屋のね、DB の。と、山形優という。まあ、この田島さんと、田島さんは初参戦なのかな、まあ、あんまり見ないですよね、海援隊ではね。杉浦選手はね、前、まあ、今辞めちゃいましたけど、名古屋のね、正岡選手ですとかね、あの辺と一緒にブルーピーの試合ね、たまに出てたこともあったんですけど、まあ、ちょっと久々ですかね。はい、カズマ選手が、相変わらずちょっとノリノリというか、まあ、ちょっと変わりましたね。いいのか悪いのかよくわかんないんですけど、その去年ね夏頃から少しずっと休んでて、まあ帰ってきてからそのタイトルだとか大きなところに絡む、ねことはまだないんですけど、はいはい、山川さんがいつも厳しいマッチメイクばかりあって当てられてる気がする。厳しいマッチメイク、 この試合が厳しい、あ、まあそういう大きい人と当たるという意味なんですかね。まあ一応向こう側にもバンビさんいますからね。でもなかなか役どころとしては
そうですね、難しいか、そうですね、他の、前回だと、シュリー選手と組んでね、マコトバンビと戦った試合とかありましたね。なかなかね、その女子が今2人しかいませんからね、昔だったらね、中川智香選手とかね、それこそ大船選手とかね、アップルミユキなんてもね、いましたけど、今本当にバンビさんと2人だけでね、やってますからね、そういう男子女子関係なくやらないとということになると、どうしてもね、そういう大きい選手と当たることがね、多いですからね。ね、まあでもその中でもちゃんとこう吉谷選手にね、もうえぐい、系ですね、ドピック。そして山形選手、そうですね、非常に、まあ私はね、山形優の弟子ですから、よく存じておりますけども、とても節制されてますしね、体というかその肉体作りに関することは非常に鍛錬されていますからね。そう、何かね、もうちょっとうまく活躍できる場があればね、まあファンとしては嬉しいんですけどね。そうなんですよね、そのリング上の説得力というか、まあ男性のね、そういうなんだろう、そういう鍛錬はされてなくても、例えば吉谷選手みたいなね、こういうなんか身長の大きい選手になるとね、あれなんですが、まあ別にその肉体そのものはね、本当にすごいんでね。まあ先進みましょうか、ね、まあこれで決まったのかな、アクスボンバーですかね、吉谷選手が取られましたと、はい、で第2試合が、これがですね、解体道場の6人タッグのベルトというのが5月にですかね、新設されました。これは違いますよ、これはねハードコアのベルトですけど、その6人タッグの次期挑戦者決定戦というのをね、東北チームというので、関根隆一、暴走ボーイライト、そして、ヒロキ選手がね、対、ジョー、稲松三郎、そして、重心では初登場ですかね、先日、キャラチェンジを行いましたダンディ拓也、ランディ拓也、改めダンディ拓也さんですね、非常にダンディな方だということで伺っております。はい、いろいろすごいですねこの人はね。一応この人がこのダンディチームのリーダーみたいですね。ダンディ拓也さんですね。はい、まあこの6人タッグね、次期挑戦者決定戦、今チャンピオンは朝日しおり、ヒロト、ない佐藤佑樹なのかな確か。はい、非常にやっぱ関根選手今やっぱ乗ってますね。フリーダムスでもね、ランディさんはですね、はい、先日のなんだったの、ファン感謝、ファンクラブイベント、ファンクラブ興行っていうのがあって、 K マニアっていうのがですね、千葉で行われてるんですよ。そのファンクラブの会員だけが観戦できる試合っていうのがあるんですけど、その中の、まあ、イベントのあれで、ランディ拓也を、どうにかこうなんだろう、新しいキャラというか、ランディ拓也じゃなくて何かこう新しいキャラは、ね、ないものかみたいなので、その中で投票したのかな、何なのかな、私ちょっとまあ参加してないしファンクラブの会員でもないんで分かんないんですが、決まったのがダンディ拓也だそうです。はい、ということで、多分バスローブですねきっとね、これね、まああえてのバスローブみたいな気もしますけど、そういうダンディ、
そのなんか風呂上がりにちょっとワインをお召し上がりになってる的な感じですかね。本当はほらソファーに座ってね、こうグラスを回してるみたいな、そういう風景なんでしょうねきっとね。まあ、彼らのダンディーのイメージなんですかね、わかりませんが、まあ関根選手ね、最近ではその、フリーダムスと TKG のね、空手軍団ということで、他団体でも活躍されてます。なるほど、みんながこうねちゃんと脱がしてくれるわけですね。でこの親指を突き上げてですね、ダンディーっていうのがこうなんか決めポーズみたいで非常によく出してますね。この蹴ってる最中なんだけどダンディーとね、こう指を、まあ、まああのチッチキチみたいなもんですけどね、親指を上げて、はい、ダンディーポーズみたいですよね。こう決めポーズですね、これもダンディーポーズですね、ダンディーと。私もこの日実はあの初めて生で見たのは、情報っていうかお話には伺っていたんですが、初めて見たのでね、まあいろいろすごいですねこれはね。で試合はそのようにね、ヒロキ選手も飛びましたし、でライトニングストレートがね、うん、この背丈が違ってこう届かないというねアクシデントもありましたしね、もう何かあるとすぐダンディーですからね、ダンディーで、もうこれ決めにかかってるシーンなんですよね。トップロープから、トップロープじゃないか、この真ん中コーナーからじゃなくて、真ん中の方から一応飛ぶんですけど、ダンディースプラッシュという、ね、技があるんですが、これがですね、実はこの一杯こうちゃんと飲んでからじゃないとねできないと言いますのでね、もう相手をこうだからこう倒しておいて、じゃあダンディーね行きますよということで、エプロンに出てこう一杯いただいてね、よし行くぞということで、まあ、飛ぶんですけど、もちろんそんな時間かかってるんでね、もう避けられてしまうというね、ダンディースプラッシュでございます。はい、でもう遅からやられっぱなしですね、ダンディースプラッシュ避けられちゃいましたからね。だったんですが、勝ったんですよね、稲松選手のサブロックじゃないし、何だったかな、ハンマー、あ、デスバレーかな、はい、で、取りましたということで、次期挑戦権を得ましたね。挑戦権獲得おめでとうございますということでね、はい、でリーダーもちろんね服着させてもらってね帰れませんからね。で決めのセリフもありまして、やっぱダンディーコールというのも言うんですかね、まあ、猪木さんのダーみたいなもんですね、1,2,3 でダンディーというねもあるんですが、でまあ行くぞと、1,2,3 ダンディというね、はい、ダンディ拓也でございましたね。いろいろ、まあ、よくまあ吹き切ってるなっていうのはありますけどね、まあまあまあ、はい、次がですね、サイレンス対リトルギャラクシーの全面対抗戦ということで、このサイレンスというのはこの人たちのことですね。マリーンズマスク、カジトマト、滝沢大志、そして、この日のために助っ人で来てくれましたジャイアントマシン、あ、マシンじゃない、マシンじゃない、ジャイアントマシンはアンドレザジャイアントだ、ジャイアントマリーンズというね、もうなかなか大きい選手でね、滝沢選手結構190いくつあるんですが、それと並んでもちょっと大きいぐらいの、なかなかの大きい選手でしたね、ジャイアントマリーンズ、はい、そして、対するは、リドルギャラクシーなんですが、この大石選手がですね、先日 DDT の大会ですかね、負傷してしまいまして、膝が半月板の損傷でしたかね、まあ、代わりに、どっか写真出ますかね、シルバーウルフ2代目シルバーウルフという方がね代役で登場しました。まあ、あのシルバーウルフ初代の、ね、シルバーウルフは、まあ、マドカ選手でしたけど、
まあ2代目、まあ代役なんでね、まあ、そんなにスポットがかかるところはなかったですが、まあ今後ね、リトルギャラクシーでやっていくんですかね、そこまでは分かりませんでしたが、まあ、リトルギャラクシー、ヒロト内、朝日しおり、佐藤ゆうき、そして2代目のシルバーですね。はい、でね、このジャイアントマリーンズの上から滝沢選手がね、こう飛ぶと。普段はね、この滝沢選手の上にトマト選手が乗って、こう、このボディアタックをするんですけど、ジャイアントでね、これなかなかすごい方ですけどね。はい、あ、これがそのシルバーウルフさんですね。で、これエリミネーションマッチなんで、オーバーザトップロープもありましてね、最終的に残ったチームの勝ちということで。で、なかなか最初はですね、リトルギャラクシーがね、優勢に試合を運びまして、一時は4対2、つまりリトルギャラクシー4人と、マリンズマスク、ジャイアントマリンズの2人まで、ね、4対2まで行ったんですけど、でですね、ここでですね、佐藤悠基がやったのかな、ジャイアントマリンズさんのマスクがね、取れてしまいまして、なんかこう、ロープ際でね、ちょっと、フェイスバスターみたいな、ちょっと格好で、顔を掴んだところですね、マスクがすっぽり取れてしまいまして、最初顔を隠してたんですが、もうちょっと吹っ切れましてね、このジャイアントマリーンズ選手はですね、素顔で戦うこととなりましたね。はい、まあ、多分どっかで見たことある方だとは思うんですが、この人はまあジャイアントマリーンズということでね、この次の日ですかね、大変でしたね、この日はこの日でジャイアントマリーンズとしてやってね、この次の日も後楽園ホール大会でね、なんか2試合ぐらいの試合をねしてましたけどね、はい、なかなかやっぱ大きい選手でね、やっぱそうやって両国クラスにね登場する予定のね選手ですから、やっぱ強かったですね。で、結局、最終的にはヒロトーナイとね、一騎打ちみたいな形になるんですけど、まあ、トーナイ選手、まあ、これね、大きいですよね、ジャイアントマリーンズ相手に奮闘しましたね。奮闘はしたんですけども、さすがに勝てずということでね、取られてしまいました。で、ジャイアントマリーンズ一人残りということで、はい、ちゃんと最後はマスクかぶってんだジャイアントマリーンズさん、一人残りでサイレンスが勝利ということでね、なりました。まあ大変ですね、このジャイアントマリーンズさんはどうなんですかね、そのゲストで終わってしまうんですかね、今後があるかどうかよくありませんが、まあ多分ね、忙しいと思うんでね、いろいろきっと、はい。で、次がですね、これは、インディージュニアの試合ですね、インディペンデント、世界ワールドジュニア級の、試合ですね、チャンピオンが大阪プロレスのタイガースマスク、そして挑戦者が、柏大五郎ということでね、行われました。ねえ、もうタイガースマスクもこのインディージュニア取って長いですね、去年の夏ぐらいに取ったんでしたっけね、違う、去年の秋ぐらいだったかな、まあマリンズマスクから確か取って、そうですね、去年の9月とか10月とかでしたかね、それ以来、1回大阪で、オロチ選手に、奪われてしまったんですが、まあリターンマッチでね取り返しましたんでね、オロチ選手がね、千葉登場したらそれはそれで面白いかなと思ったんですが、オロチ選手が防衛戦で千葉を訪れることはなかったですね。はい、いろんな人がね大阪までね取りに行ったり、島内とかトマトさんも行ったっけな、ね、防衛戦に行ったんですね、取り返しにね、なかなか奪うことができませんで、でいよいよもって柏大五郎がね挑戦すると。まあ、柏大五郎選手とね、大阪プロレスというと、その、
火炎隊道場のプエルトリコでやってて、でその後日本に上陸した時に初めて参戦したのが柏選手は大阪プロレスだったんですよね。まあそういう縁もあって、まあいろいろと、まあ因縁があるのはないのかよくわかんないですけど、まあそれでそういうふうにね、大阪プロレスに参戦していたというね、柏大吾ですけど、まあやっぱそのタイガースマスクの蹴りがですね、やっぱりすごくてですね、本当にこれね、こうだから向かい合って本当にこれね、何があったかというと、蹴り一発でガカンとね、もうダウンしてしまいまして、危うくばもう本当に秒殺かというところだったんですが、もうすぐさまね、場外に柏選手逃げましてね、まあ、そこからは本当にタイガースマスクペースというか、だったんですよ。やっぱその蹴りの封じでしょうかね、その足攻めですね、柏選手の足攻めというのが珍しいような気もしますが、その柏選手というのは非常に石頭でですね、とても頭が硬いんですね、その頭突きを利用した足攻め、そしてレッグロックとね、はい、続きます。非常にやっぱタイガースマスクペースだったんですけどね、やっぱこの蹴りが効くんですよね、本当に頭で側頭部にこう入れてくる蹴りなんですけどね。まあでもやっぱ柏選手はそういうやっぱ頭突きとかそういう頭が硬いことをね売りにしておりますが、やっぱそこまで普通の選手に比べると効かないんですかね。ねえ、ほら何回も入ってますね、このコーナーでもこのね頭に入ってるし、普通の選手がこんだけ食らったらね、もう KO でしょうけどね、そこはさすが柏選手だから耐えられたのかもしれませんね。もう本当に何発食らってるんでしょうね、これね。もういつ捉えてもおかしくないという展開がね、一応続いたんですけど、柏選手の頭突きからのね、ね、これやっぱこう、コーナーからずね、フライングヘッドバッターですよね。タイガースープレックスを返したんですよ。で、結局丸め込みだったのかな、スモールパッケージですかね、で勝ちました。よかったですね、久々ベルト、久々じゃないですかね、柏選手ってなかなか記憶ないですけど、はい、取りましたと。いやね、やっと火炎隊道場、まあ火炎隊道場のベルトではないんですけど、このインディージュニアっていうのはね、もともとは FMW でね設立されまして、でずっと封印というかなってたんですけど、まあ火炎隊道場で復活させたということでね、一応火炎隊のベルトっぽくなってますけどね、はいはい。そして先ほども言ってました、火炎隊デラックスのファイナルですね、まあ当時の道の空勢ね、プラスこちらですね、半蔵対サスケ、忍者対決ですね。人生帝王、まあ、お神当たりも出ましたけども、ここは失敗でしたね、この最後ちょっと食らすところで避けられてしまいました。東郷ね、先日のその道の区のね後楽園でねこう組んだ東郷サスケデルフィンですけどね、で、東郷さんの、ああ、そうですよね、広島からいらしてくれたみたいですよ。まあ、急遽でしたよね、カズ林の欠場が決まったのが、いつその本当にこういうの何日か前で、ね、まあ、一応、火炎隊デラックスの、ね、メンバーといえばメンバーなんでね。なんとサスケとデルフィンの合体技が出ましたね。先日ね道の区で、デルフィンありがとうと言ってね、一応お礼は言ったものの、あれは、クーロンからね助けてくれてありがとうという意味で、決して和解したわけじゃないということをねサスケが言ってたんです。だからね、サスケデルフィンはまだ和解してないということだったんですが、なんとね合体技が出ました。これねサスケが助けに来たんですよね、後藤選手戦ってね
ね、これはもう、もうこの日の名シーンと言ってもいいぐらいで、ね、私の写真には収まらなかったんですが、この後ですね、でさらに調子に乗ってサスケさんがね、東郷さんをこう羽交い締めにして、よし打ってこいってね、大阪臨海アッパーですかね、デルフィンがやるんですけども、そこは東郷さんが避けられてしまって誤爆ということでね、まあまああらあらみたいな感じでしたけどもね、はい、まあ、そこからはもう火炎隊ペースですね、はい、火炎隊ピラミッド、あのこのね時間の長いブレンバスターね、サスケさんが捕まってたんですかね。サスケさんだいぶテーピングは減ってましたけども、あのどうなんでしょうね、状態はね、骨折してるはずなんですかね。でまあこの倒立もね、もちろん出ましたね、ずっと倒立してましたね、みんなこう技こうグラウンドに入ってるんですけどね、ずっと倒立 で米源二さん困ってましたね。でもね、あのマンダラヒネですか、リンネですかね、出ましたしね。でサスケさんの逆トペも出ましたし、あ、そうですね、あのこの日はあのここにテッドさんとなにわさんもいらしてましたね、うん、ずっとあのこの試合だけじゃなくて、ずっと興行中ずっとここにテッドさんと何はさんいらしてましたね。あ、そういえばあのどこでやったのか、これかな、ここじゃないな、米賢人さんね、カニのエルボーも出たんですけどね、どこだったかな、はい、でまあ最終的な、ダイビング戦闘ですかね、決まりまして、カニ対デラクサ勝利いたしましたということでね、まあめでたしですね。これカズ林もね入ってきました。でまああのトースポでね、シュープロのね写真もありましたけどね、これ集合写真ね。でまあおいさっちゃんと、まだ終わってないよっつって、サスケだけね呼び戻しまして。9月4日、火炎隊道場後楽園ホール大会があるんですけども、多賀道のく選手ね、まあ道のくというね名前を継いでる、まあ、一応東北の出身ということでね、まあ、その東北のために、まあ、自分も何かをしたいけれども、なかなかねその東北まではなかなか行けない、で後楽園ホール大会次回で、ね、9月4日あるんで、ぜひその東北のねみんなで集まってまた何かやりたいねということをサスケに提案したわけですよ、でもその日は密着プレスの新木場大会があるんだよねって言ってたんですけども、まあその新木場大会は夜興行、そして火炎隊道場は昼興行ということで、まあ一応なんとかなるみたいなことでね、じゃよしやろうって、あのとりあえずは知りようぜっつってね、あの、まあ、ルー大芝張りにね、あのサスケさん言っておりました。ということで、まあ、東北トゥギャザーということでね、9月4日行われるということでね、またこの道のく路線は道のく路線で続いていくんですね。非常にそのリング内の内容としてはもちろん悪くないし、すごいいいんですけど、なんだろうね、道のくプロレスさんが本来ならやることじゃないのかな。金田道場、まあそのほら高道のくは東北なのかもしれないけどね、千葉の団体ですからね、東北別に関係ないことはないですよ。その復興のために何かするといいことなんですけど、まあいつまでも道のくプロレスのネタでおんぶに抱くことはいかがなもんかなとは思うんですけどね、まあでも一応楽しみにしたいと思いますね。まあまあ今のうちはいいですけどね、その昔の貯金で食ってるといずれその食いっぱぐれる時がね来るんでね、それまでにちゃんとその火炎隊道場の試合として後楽園ホールにお客さんが呼べるようになるといいですねっていう感じですかね、まあ、いつまでもね、だって去年のからずっとこの路線ですもんね、なんかね、
まあ、あの、なにわさんがね、亡くなられたり、いろいろそういうこととね、つながってということももちろんあるんですけども、うん、まあ、火炎隊道場なんでね、まあ、ちょっといつまでも東北というか、その三つ葉プロレスにおんぶに抱くでは、うん、という感じですがね、まあ、でもそうではあるんですが、火炎隊道場としては、やっぱ火炎隊道場らしい試合ももちろんありました。それね、ストロンゲスト系のね、選手権試合、昨日ね、チャンピオンの下元ということでね、これは非常にもうこの2人がやるのは結構久々なんですけど、もうなんだろうね、まあ、安心して見てられるというか、安心っていうのも変か、そのもう内容保証されてるというかね、そのやっぱ日野選手のチョップ、そして下選手の蹴り、もうこれの本当にまっすぐなぶつかり合いだということはね、もう本当に分かってましたからね。でまたチョップがすごいですよね、バッチンバッチンすごい音がしてね、で途中足攻めに行ったんでしたかね、マシモ選手は。珍しいですね、蹴り、まあ、ローキックとか、まあ、レッグロックとかでね、マシモ選手は日野選手の足を、普通だったらね、チョップなんで、まあ、手を攻めてもいいし、まあでも最終的にはパワーボムですとか、あとはジャーマンがね、必殺なんでね、その踏ん張りを奪うという意味でも足攻めだったのかな、まあ、この日はとりあえず 足攻めでしたね。足攻めですね、やっぱこれはこれこそは火炎隊道場のプロレスなんですけどね、そういう、そう30分というね、本当になかなか最近のプロレス界では本当に長い試合ですけど、その間休むことなくずっとやってますからね。でこれでフィニッシュですね、多分ね、垂直落下が出たらもう途中でね、もうこの辺かな、そのね、足、そのジャーマンも踏ん張りが効かなかったし、でね、もうここで日野選手は崩れてしまうんですね、もう立ってられないぐらい、その足のダメージがひどくてですね、こういう本当にローキックの細かい攻めがだいぶ効いてきたんでしょうね。日野はバティスタにも似てて、海外で活躍できる、ああ、なるほどね、そういう。まあ、だからね、日野選手を評するならそうですね、もう、なんだろう、まあ、今、これはもちろんチャンピオンだったから、全然それで成立してるんですけど、結構、その、まあ、キャラもそうなんですよね、上からの試合をするっていうんですかね、タイプとしては、相手をこう引き出すような試合をするっていうタイプの選手ではないんですよね。そういう、なんだろう、そういう試合とか、もうちょっとなんかいろいろ幅が広がると、こう、他でもいろいろ使いやすいというか、その、対応しやすい選手になってきていいと思うんですけどね。まあ、キャラが邪魔してるのか、もともとのものなのかは分かりませんけど、やっぱ本当に、うん、そうですね、相手を引き出せるような試合ができればね、いいんですよ。でも打撃はね、本当にノーガードで受けるし、だからこういう馬のっていうか、手の合う人と当たった時はやっぱすごいいい試合になるんですけどね。こういう本当にね、まっすぐ打ってきてくれる選手にはね、日野選手がだから、おー打ってこいよっていう風にやればね、やっぱおーってなりますからね、はい。でも本当に立ち上がることができなくなってしまった日野選手に対して、もうとどめの一発ですね、垂直落下式ブレーンバスターね、本当に垂直で落ちましたね、これね。はい、ということで、もうあれが出たらね、本当に必殺技ですからね、一発でいきます。勝ちました、ベルト取りました、はい。ということでございましたね、目出し。で、このあとですね、その、7月の末ですかね、31日に、千葉の、ポートアリーナというところで、まあ、千葉で行う年間最大のビッグショーというのがあるんですが、
千葉発見伝とかね、一応そこで、まあ、タイトルマッチをやるということになりまして、まあ、挑戦者をね募ったところ、まあ、いっぱいわさわさ、ね、集まったんで、まあ、しかるべき方法で、まあ、決めたいと思いますということで、まだこの日は発表になりませんでしたが、これでだから日野選手は3冠ですね、このストロンゲスト K のシングル、そしてストロンゲスト K のタッグ、そして WW ハードコアのタッグということでね、3冠持ってますんでね、だからその大体ね、スーパービッグショークラスになるとそのタイトルマッチがずらずらと並ぶもんなんですよ。1人でね、3つ持っちゃってるんでね、その3試合さすがに行うことはできないでしょうけど、まあタッグとダブルハードコアタッグはやらないんですかね、多分ね。はい、そんなわけでございました。でね、写真にはもちろんないです。この日はですね、まあ蜂蜜二郎さんですかね、それはまあいつもいます。茂原の七夕はビッグショーではないですね。あれはお祭りプロレスですから、そのイベントプロレスですね。茂原七夕毎年やってますけどね、それとはまた別の大会ですね。この日はね、ゆで卵の島田先生ですとかね、あのゲームセンター CX の、谷沢さん、谷ですねとかね、いらしてましたね。トニーさんどこ座ってたのかな。島田先生はね、ああいるなみたいなのもあったんですけど、はい、そんなところでございました。はい、だから千葉のですね、そのポートアリーナって言ってね、千葉港、まあ千葉市の体育館ですね、そういう運動場みたいな体育館、千葉公園体育館とはまた違うんですが、結構 海沿いというかね、にある、まあ、体育館があるんですね。そこで毎年やってるんですけど、そこの大会が、まあ、次回のビッグショーということですかね。はい、そんなところでございました。これもすでにもう2時間ぐらいやってるんですかね。でもまあ興行があって2時間とこんぐらいですかね。あと何かありましたかね、喋ってないことね。恭平さんの話もしましたし、あとマッスルガールがね最終回でしたねという話でね、結局一体なんか最後ね、ジホとねくっつくのかなと思ったけど、別にそういうこともなくね、だったんだろうなと思ってね。まあまあプロレスの人がいっぱい出てくる的には面白かったですけどね。あとマスガル終わったのと、今週のね、あれ面白かったですね、ハーリー&レースね、徳光正行さんがねゲストでね、その全日対新日みたいなね、やっぱ徳光和夫さんのね息子さんがゲストだったんですけど、まあ、多分ね今週また金曜日にポッドキャストで配信になると思うので、ね、ぜひ聞いていただきたいんですが、まあやっぱすごいですね、徳光さん、その自分の親父が徳光和夫だっていうこと自体がもうすでにそのなんだろう、特別ですからね。やっぱ出てくるエピソードもすごかったな、あれは。まあ、ぜひね面白いんで、ハーリー&レース、は火曜の深夜ですね、3時から4時ということでね、侍のね新日本の実況とかで、ね、清野茂樹さんがねやってるプロレスのラジオ番組ですんでね、ラジコが聴ける方で、ラジオに関東地区が受信の地域になっている方、関西だと多分ダメですけども、関東が受信の地区になってる方は多分聞けると思うんで、ぜひ。あとポッドキャストでもそのまあ一部カットになってますが、そのトークの部分はね配信になってるんで、ぜひね聞いていただきたいですね。面白いんでね。はい、そんなとこですかね。であとは今後の予定ですけど、来週はそうですね、来週29
29日か、多分そうですね、29日、まあ、また深夜、来週は多分12時スタートになってしまうと思いますが、多分水曜にお送りできると思いますんで、お送りしたいと思います、このニュースリーブね。で、あと観戦の予定ですけども、明日ですね、新日本プロレスの J スポーツクラウン6人タッグのトーナメントですね、受信サンダーライガーバッドインテンションズ組もね、まだ残っております。準決勝は明日戦いますのでね、準決勝決勝と、まあ組んでるのがね、タッグの2冠王ということでね、なかなか負けられないところもありますし、まあ決勝まで行くような気がする。まあまあ明日ね、まあ、J スポーツでね、生中継もありますんで、ぜひご覧くださいということで、明日行きます。で、今月はそれで最後ですかね、今月はもう観戦の予定は特になかったかな。はい。そうですね。で、また来月以降はそうですね、7月もいろいろ予定を考えてるんですけどもね、まあ、新日本後楽園ディファとありますし、あとまあスマッシュの後楽園、トリプルシックスの新木場、そして、学プロさんですけどね、東京歯科プロレスという銀座大会も考えてますし、まあいろいろと、初めて自分が起きた時に番組が終わるそれの、まあ普段この時間から始まりますからね、ね、まあいろいろちょっと来月以降、まあ私個人としてはね、ベストオブスーパージュニアはね終わりまして、まあ大体のその1年、まあ私としてのその年間のビッグイベントがね終わってしまってるんで、まあここからこのユーストリームとしてもね、一体どういうものをちょっと取り上げていこうかとか、どういう興行を見に行こうかなとかね、いろいろちょっとまた模索する時期にね入ってくると思いますんでね、ちょっとなんかその観戦する団体だったり、ちょっと変わったとこ行きたいなとか、なんかいろいろ面白いことができたらなとか、いろいろね考えてというか、まあ妄想に近い部分ですけどね、まあ、妄想構想妄想しておりますんで、まあなんか思いついたらまたやっていきましょうかね。はい、とりあえずそんなとこでございます。ではよ、まあいいですかね、じゃあとりあえず録画はじゃあ切りますか。はい、録画でご覧の皆さんはこの辺でということで、あった。なんかね、この本当にいろいろやっていきたいんですけどね、なかなか時間もなければ予算もないしね。はい、まあ録画でご覧の皆さんはこの辺でということで、また来週でございます。お疲れ様でした。